Hello guys, this is Jen and I am back again for Bungo Stray Dog Season 3 Episode 6. And I just want to tell you guys that I really appreciate Aku Tagawa being a big brother. You see that? He's waiting for her. He's waiting for her so that they can go home together. Wow, Aku Tagawa. I'm appreciating his character more now. So yeah, anyway guys, again, before we begin, I am inviting you to like my Facebook page. The link is below down there in the description box. So yeah, let's go and continue this one. Bungo Stray Dog Season 3 Episode 6. I love this. はい。勝手に動く犬は嫌い。まあまあ、ヤシャのおかげで命拾いしたこともあるわけだし。ええ、that's cool。ヤシャは強化ちゃんの両親を殺したんだよな。ヤシャが人間なら第三系神経層を切れば一生おとなしくなるのに。強化ちゃんの知識怖い。 Okay, I think Lucy is going to be part of... いらっしゃいませ! Oh my goodness, that's scary, okay? 忘れてた... この店には彼女が... 今日のおすすめは... 深入りの泥水! Oh my gosh... 私が復讐する理由を思い出さないと you had a promise to her that you're gonna come back to save her. But Guild find out, so it's not. They say Aku Tagawa. So it's not Atsushi's fault. Somehow.変な人が来て、探偵社に依頼ですって。よか。そこのおちびちゃんによ。あたし。そしてカバンはこの辺りの船に置かれてるらしいんだけど。どの船だ? Oh my goodness. じゃじゃーん! 君が書類を抜き取ったのか当然でしょ全部渡したら復讐にならないじゃない。まさかあなた、私が怒ってる理由がまだわからないの書類が欲しいなら泳ぎなさい虎猫捨てられて渓流用の鎖が<笑>ちょっと、嘘でしょ ありがとう。また借りが増えたね。ごめん。モビーディックへの潜入作戦で、約束通り君を助けるつもりだった。でも実際は芥川に追われたり、墜落の時間制限もあって、できる限り探したんだけど。探してくれたの? 君がいないと知った時はほっとしたよ。復讐なんて口実よ。私が働き始めたのは待ってるからって約束を守れなかったことを謝るため。水中から人 She's going to confess, isn't she? 一度二人を現実に戻して、その後 水分を除いた服と人間だけを再転送するんだ。失敗しても知らないわよ。Oh my god! またですか、アンゴ先輩。状況は? 僕向かの資料輸送車が襲撃され、報告書が奪われました。奪われた報告書?
秘密書類番号 E7… Hey guys, wait, I have a question. That girl who approached Chuya before he start jumping from the plane? Who is that? Oh. 伊能夜叉白雪とその夜叉に殺された両親の記録です。伊能はともかく、なんでまた両親を？両親はこちら側でした。Oh, it's empty. 私盗んでないわよ。そこに何かある。入社祝い？どうなさいました？いや、残業を早く終わらせた甲斐があった。ご飯が美味しくて、君と娘が人生最高の、Oh my gosh. 瞬間だよ。わあ。京香ちゃんの父親は元政府の諜報員。そして母親は殺戮の異能。夜叉白雪の使い手、夫と共に数多の暗殺を手掛けてきた。No. Oh my gosh. No.異能力を肉親に譲渡する方法があるらしい。お母さんはその方法を黒い影を操る異能力者から教わったようだよ。夜叉は二人を殺したわけじゃなかった。少し一人にしてやりなさいよ。 Oh, that's true. 親の愛。でも一体誰が報告書をカバンの中に。聞きましたよ。北向かの情報を得るのに活動資金の半年分をつぎ込んだとか。 Wait, these people are from Fort Mafia. 豪気なことです。まあもう。おお。あの子の入社祝いなら安い買い物じゃ。 That's sweet. I believe they are relatives.やつしはーい、集合。この依頼、言っといて。でも、依頼はランポさんに。おい、今ちょうど焼き菓子があっておいしいからん。それなら仕方ないね。ですね。運転手の証言では、いきなり道に飛び出してきたらしい。Why? 雑誌記事の切り抜きですね。超推理。ダメだ。もう何もわからない。もうこれは君の事件だけど、一つだけ助言をしよう。困ったら花屋を探せ。花屋？ええ、花屋です。指紋から被害者の身元が割れたよ。この人だ。おつし君？なぜです！院長先生！大丈夫？辛かったら休んでも。なぜです？最高の気分ですよ。Oh my god！ 院長が死んだ。毎晩うなされる悪夢の原因が消えたんですよ。お前は私が嫌いか？アツシ。私を憎む。お前はいつか外の世界に出る。その時は熱し。わあ。決して己を憎むな。院長先生が探してたのは熱し君だ。この記事を見て横浜に来たんだ。院長先生はこの記事で
アツシ君の活躍を知って、多分アツシ君の激励に。嘘だ！ありえません！絶対に！もう人が、な、アツシ君。It's full of fear and。いいんですか、このままで。ダザイさん。No, to be honest, him seeing Atsushi like that, it doesn't make him happy. But if it's Dazai's plan, I know it's for good. 親子連れを見るのは辛い？ダザイさん、僕と最初に会った時のこと。I will never forget. トラ探しの鳥だね。委員長はなぜ僕が虎だとみんなに秘密にしていたのでしょう。委員長は僕に会う前に花束を買おうと。そしてお願い。人を許せません。本当に辛かったんです。今さら何をしたって許せるわけがない。許す必要などないの。たとえどんな信念があろうと、彼が君にしたことは許されざる最悪の犯行だ。君は苦痛を知る人間として暴力と悪に抗い、弱い立場の人たちをたくさん救った。僕の中から溢れてくるこの気持ちは、この気持ちは何なんです。 Sadness。 奥底にある他人の気持ちを推し量れる人間なんて言いやしない。分かった風な気持ちになるだけさ。私に言えるのは一般論だけだ。人は父親が死んだら泣くのだよ。 That's sad. That's really sad. Oh my gosh. This episode makes my eyes teary. That's sad. Oh my gosh. Okay guys, that's all for today and I'll see you on the next episode. Bye!